どこ
くただろう。私もいろいろなコンサートをやってきて4年目になりますけれど、今日は大邸宅で初めてパーティーを開く若き美貌の女主人っていうような気持ちです。衣装なんかも今まではジュリーと同じのがいいわみたいな感じで、スーツとかそういうのばっかり着てましたけど、だんだん女も二十歳を過ぎて女の坂道に差し掛かって、おまけに売れ口まで決まっちゃうといろいろ趣味の方も変わってきて、今度はこれなんかは、デートリヒの写真集なんかを見て一生懸命考えて作ったけど、なかなかいいでしょ。、なんかもう本当はすごくフォーマルに始めたいと思ったんですけど、一旦口を聞くと本当に字が出てしまって、毎回うまくいかないんですが、最初はちゃんと挨拶させてください。最後まで精一杯おもてなしします。どうぞごゆっくり。月の眼差しがまだ残る空に、優しい潮風が門出を告げる。この人生の青い海
ばらにお前はただ一人頬を上げる遠い波の彼方に金色の光地を届く果てない旅路に安らぎを求めていつしかかの胸に怒りを下ろす呼び合う世界で空と海が出会うお前は歌にない流れてゆく人が
本当に女の坂道を感じるんですよね。もうハーハー言っちゃってどうしようもないっていう感じで、盛り上がってますか？まだ後半盛りだくさんですから、エネルギーは取っといてもらって、じゃあ次のピアノも出てきたところで次の曲をやりたいと思いますけど、弾き語りの数多いレパートリー3曲の中から次は雨の街を。ちょっとここら辺に恥じらいを見せたりなんかして、では雨の街を。私の肩を抱いてくれたら、どこまでも遠いところへ歩いて行けそう。空
去年から今年にかけてコンサートが ものすごく多くて、まあ、コンサートでいろんなところに行っても自由時間があるもんですから、まあ、そういう時間にいろんなところを見てすごく印象に残っているところも多いんです。去年横手に行ったんですけど、その時にちょうどコンサートが始まるのはやっぱりこういう夕暮れっていうか夜っていうかそういう時間で、リハーサルが終わって本番まで外にいたんです。で横手のそのコンサート会場がずっと山を登ってって丘の上にあって、そばに野球場が小さい草野球のようなするところですけど野球場があって、だんだん日が暮れていくとすごく辺りが刻々と色が変わっていくのが分かって綺麗だなと思ったんです。ちょうどそういう風景が昼間だったらこんな感じなんじゃないかなと、その時自分のレパートリーの中で思い出した歌をやります。飛行機雲。白い坂道が空まで続いていた、ゆらゆら影ろうがあの子を包む、誰も気づかずただ一人、あの子は登ってゆく、恐れない、そして舞い上がる空に憧れて、空を駆けてゆく、あの子の命は飛行機雲、
一緒にステージの上で演奏してくれてます素敵なメンバーを紹介したいと思います。まずトマトストリングス with オーケストラの皆さんです。その前になんとなく主役級に座っていますが、この人がかの有名な、石川貴彦さん、ギターです。石川さんは私の大学の先輩でもありますし光栄に思っています。じゃあ石川貴彦さんもう一度拍手。次はキーボードです。真ん中のアコースティックピアノ、永田一郎くん、どことなく糸山栄太郎に似ていますが永田一郎くんでした。次はコーラスです。レディーファーストでいきたいと思いますけども、梅垣美人さん、旦那さんの梅垣達志さん、それからいろいろ名残雪とかいろんなアレンジで私の書いた、いちご白書をもう一度もアレンジしてくれましたけれども、瀬尾一蔵さん、それから、秀由紀さんです。どうぞもう一度拍手を4人に。次はいよいよもってスーパーグループティンパンアレイの紹介に行きたいと思います。スーパーベース細野晴臣氏、
次はドラムです。林達夫さん。それからこの頃めっきり女の子に人気がありますが、ギター鈴木茂さん。茂一言言う？なんかいい？それからパーカッション斉藤信さん。それからこの人はあんまり紹介したくないんですけど、最後にキーボード松任谷正隆さん。もう一度全員に拍手をお願いします。今年の個人的なことですごく申し訳ないんですけど、今年の冬に、私の家で飼ってた犬が死んじゃった時に、あんまり世話もしなかったけど、なんとなく悲しくなって作った曲なんですが、何もなかったように。
もなかったように明日を迎える。人はなくしたものを胸に美しく刻むから、なくしたものを胸に美しく刻めるから、いつもいつも何もなかったように明日を迎える。この頃だいぶ顔を覚えられてというか、本当にお化粧するのとしないのと全然顔が違うんでね、素顔で歩いてると絶対わからないんですけど、電車にはははだって電車に乗ってこう仕事に行ったりなんかすると、なんか中には分かってる人がいて、でこうガッタンガッタン揺られてうつらうつらしてると、高校生ぐらいの男の子が乗ってきて、あれ荒井由実じゃないかみたいなこと言うんですよね。でぐっとこらえて眠ったふりして聞いてると、あんなブスかよみたいなこと言われたりなんかして、でもそこもぐっとこらえて眠ってなきゃならない、この辛さというか、やっぱりお客様は神様ですという感じで、すごく辛いんですけど、でも、まあ、電車に乗ったりするのはすごく好きで、私が住んでるところからはいろんな電車が出てるんですけど、中でもあんまり乗ったことはないですが、好きなのは八高線っていう電車で、八王子から高崎まで行くんですけど、それがいろいろこういろんな風景を通っていくんですね。米軍のこう広いハウスとか、あと工場地帯とか、すごい麦畑だったりで、山あり谷ありで着くんですけど、次はそんな風景を歌った歌です。天気雨。波打ち際をうまく行くと言った、邪魔になるの
さざ波二人で行った演奏会が始まる前の弦の響きのよう月の形の
らぬ街を一人歩いたら、風は空から花びら散らす。ながらちぎった写真を手のひらにつなげてみるの。悩みなき昨日の微笑み、わけもなく憎らしいのよ。私が見える。
美なんでしょう、もうこういう風に、一度に言っていただくとありがたいんですけど、どうもこういう風にね歌ったり騒いだりしてる時になんとなくこうふっと黙っちゃうような時があるんですけど、そういうのはなんとなく心の中でみんなが一緒にさよならの時間を感じてるんだと思います。もうそろそろそういう瞬間がこのステージにもやってきました。次は私のフランソワーズ。
すぐ来るクリスマス。